そう。やり、親密度。うん。だから、要はですよ。そこが、その、戻りますけど。女の人に告白するときになったときに、そこ、大体その、僕はその友達関係が成り立たないと思ってるので、自分はその人に対して。うん、だから、そこまであんまり知らない状態なんですよ。その状態って。わかります、うんうん、そういう状況になるって、うんうん。だからそこですよ。だから初見の人には言えないんですよ。あ、そこでそれが出てくるんですね。そうです、その気持ちが出てくるんです。なかなかこう言えないんですよ。でも誰とでもなります、その空気に。その雰囲気に誰とでもならんでしょ。いや、ならないです。そうなってるってことは、相手の気持ちも大体分かってくるじゃないですか。そうですよ。分かってる、なのに、なのに、分かってるんですよ。もう、言うたらいけるっていうのも分かるし、ね、ほぼいけるのは分かるんですけど、その状態でも出ない。言葉が。言えない。ごまかす感じが出るんですよ。例えば、天の弱が来るんですよ。ああ。天の弱がね、後ろに肩叩いてるんですよ。おいおい。いや、これ。はっきりさせなよ。そうそう。はっきりさせたい。これも、もし、これで失敗したら、もう大事になるぞ。ね。言うてくるんですよ、後ろから。だから、そこですよ。うん、そういう時に、じゃあ、ガロ君に、少しでも異性に対して友達関係があるかもね、ぐらいの気持ちっていうのを持ってもらってたら、うん、失敗したとて友達なんですよ。いや、わかります。わかりますよ。だから、友達から始まってたら、うん、そこに戻るっていうだけの話で、うん、そっから疎遠になったり、その人をこう気にしすぎて、その人とずっと話さんなるっていう恐れっていうのが消えるんですよ、ほぼ。だから、友達なんて最初から。それが僕の中ではできないんですよ。もうだから、一回自分が気持ちを。そうです。だから、別れた人とはもう喋らないんですよ。会うこともないんですよ。会った時ってどうするんですか、じゃあ。無視ですよ。いや、無視はしないんですよ。挨拶とかはする。向こうが彼にしてきた場合に。でももう、挨拶はしますよ。元気とかは言いますよ。けど、友達じゃないんですよ。いや、要は。だから、もう、それで終わりですよ。ああ。もう、すれ違いで、音楽になり始めますよ。いや、音楽になりよりちょっとおかしくないですか。どんな空気を作りたいですか。あんたの中でなんかできる。ドラマのワンシーン、これで終わりですね。お互い違う道歩いていきましょう。いやいや、もうそれは何年か前に終わってるでしょう。だから、何年後かに改めて、すれ違いいう場面でしょ、今のは。そう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 。それでまた音楽が流れるんですよ。へぇー。けど、まあ、あの時は良かったねとか、だから、昔仲悪かったけど、10年後の同窓会で会った時に、そんなこと忘れてしもうて、なんか普通に話ができるみたいな感覚でいいと思うんですけど。いや、そういうのはできるんですけど、いや、その場面はできるんですけど、そこからほら、ずっと友達関係になるとかはない。ああ。っていう。なるほどね。うんなんでまあ、それができるっていうのは、すごくいいことだと思うんですよ。できない方が悪いんですよ、僕の中では。できる人はすごい。ということですごい。だから、要は、一回でもそれができた人間は、一回でも天の弱に勝った人間はですよ、うん、その後も勝ち続けれるんですよ。だって一回勝ってるんですから。ね、そう。だからそこで一回目で負けた人間が、ついからそれに勝つってなかなか難しいんですよ。よっぽどの勇気とか決意がいるんですね。で、僕はもう100敗ぐらいしてるんですよ。負け続けてるんですよ。もう天の弱の部下ですよ。他にない常に正座して喋ってますよ。あまり。太鼓持ちながら。そのねって言いながら。ね。だから、一回も告白したことない。だから、したいと思った気持ちはあっても、したことはない。いやまあだから、そういうタイプってなると、うんうんうん、同性にもその話をできませんよね。同性にその話。だから、仮に相手が振ってくる。うんうん、ガロ君、じゃあ、誰々ちゃんのこと好きやろって仮に言われたときに、よーって態度で出る。そんなことないでって。自分では振って。うん自然に振る舞いをつもりでも相手は分かるじゃないですか、なんとなく。はいはい、いやいや、この間もそうやったし、うん、この間もなんか陰でこそこそ話しようって、あれ何よ。いや、あれは、ただただって。まあその時は起点を聞かせて何かしらこう、普通に喋ってるでしょうけど、うんうんはい、そこで、せめて同性には、こう、あいつのこと好きだよね、でも告白できんかよねっていう相談ができとったら、その時のガロ君に、天の弱に勝つ方法を教えてくれる、うんうん、同性がいたかもしれないじゃないですか。あ、それはそうですね。やけど、同性に対しても、ガロ君は常にその気持ちを、まあ別にほら、みんなにこう言うて回ることじゃないじゃないですか、うん、自分の意中の人のことなんて。やけど、それはやっぱ、同性やったら、言ってええかな、とか、うん、知られても構わんかな、とか言う人が、一人でもいたら、何かしら、俺やったらこうするっていう意見を。そう。けどあれ、怖い時あるでしょ友達とかに、はいはい。大々ちゃんが好きやと、いう話をしたとするじゃないですか。じゃあ僕もって言われた時、どうしますめちゃめちゃ怖くないですか？え？ってなるでしょ？それ、僕はありましたわ。ありました。ありました。僕は二股をかけられてたっていうのを後から知りました。それほんま二股ですか？三股やないですか？いや、うん。
なんか、うん、そういう話も聞きましたけど。そうですか。もう本当のところはよくわからなかったですけど。まあ、でもね、そういう場合ってありますよね。でも、それはでも、同性やったら、そんな、なんか、女の人同士のなんか、そういう同じ絡みみたいなのよりは、男ってさっぱりしてません？いや、人によるんじゃないですか？だって、それって、結局、生徒会長に立候補するのとあんまし変わらないじゃないですか。はい。もう一人、自分の友達も手挙げた。どっちかが選ばれる。ああ、だから立候補の場合でしょ。そう。やけど、どっちも選ばれないっていう可能性もあるわけじゃないですか。はい、もう一人の第三者が選ばれる。はい、だから、その人に対して気遣う場合はないがですよ。いや、だから、そこはすごいって言うんですよ。いや、だから、その人が選ばれたら、こうって祝福しちゃうべきやし、うん、いや、それがだからできないってことなんでしょ。そこができないんですよ。なんで俺じゃないかなと。いや、なんで俺じゃないかなっていうか、まあ、うん。仮にでも、もう片方は告白できるタイプで、告白しに行って成功した。はいはいはい。こっちは言いたいけど言えないっていう状況で、はい、そうなんですよ。でも、向こうとも、その異性ともいい感じっていうのは間違いないっていう状態で、告白しに行った方が勝ったっていう状況ができた場合に、うん、だからそれもありますよ。だからその状況も多々あるんですよ。よくあることなんですよ。だから、女の人はその、ね、そういういい感じになったとしても、その決定的な言葉が来ないので、そう。ああじゃああんまりそんな思ってないのかなって思って告白されてきた男の方に行くっていうのはよくあるパターンです。もちろんそうですよ。だって普通に考えてくださいね。自分のことを好きって言うてくれるわけですよ。そうですね。好きな自分のことを好いてくれちゅう人のところがやっぱ幸せな場所じゃないですか。うん、そうなんだって思うじゃないですか。うん、まあね、あれ、それは大体失敗するんですけど、そういうのって。自分に好きってくれちゅう人に、まあ自分が好きじゃないのに言ったら大体失敗するんですけど。まあ、好きじゃないの。けど、やっぱりね、好きって言うてくれる人に対して嫌な気持ちはないでしょ、特に。そう。そこなんですよ。ないと思いますよ。仮にそれがすごい目上の人、やろうが、すごいちっちゃい女の子とかから、はい、お兄ちゃんのこと好きって言われたら、いや、嬉しいっていう気持ちはもう、だから誰に言われても変わらんわけです。だから、結構ありますよ。だから、そのね、いい感じの女の子がいて、その子は、ね、他に告白されましたっていうのを言われて、どうしようかって相談を受けるってことがあるんです。はい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 。そういう時はやっぱりもう、天野ちゃんが肩叩いてるんですよね。いや、でも、そうやって。ほんなら、いいんじゃないみたいな。好きって言ってくれるんやったら、いいんじゃないみたいなこと言ってしまうわけですよ。自分は嫌やらしい。はいはいはい。また天の弱が強いんですよ。え？なんでそれ以外の言葉が出ないんです？いや、例えば。頭の中で出てるんですよ。いや、例えばですよ。うん。いや、あなたはどうなのかっていう言葉とかって別に自分の気持ちをさらけ出すわけでもない。相手の気持ちをその人から言われてどう思うがっていう気持ちを聞いて確認取ってみたり。うん。いろいろあるじゃないですか。ありそれをだから、やめちょきやっていう言葉以外の選択肢っていっぱいあるじゃないですか。ありますね。なのに、なんで天の弱は、だから、その言葉をさっさと言わすんですか？あんたの天の弱は。天の弱は、だからその空気に耐えれないんですよ。ああそのショックに耐えれないんですよ。ショックなんや。じゃあ、先越されたっていう気持ちと、この人行くんじゃねっていうこと、ドキドキと。うん。だから、そう、しかもそれをこっちに言うてきる。ね。言うてきるっていう言葉っていう話でしょ。いや、だからもう、だから言うてきる気、ねっていうのは分かるじゃないですか。そう。それを、いやいや天の弱がですよ。ガロ君は天の弱のせいにしすぎですね。だいぶ、うん、だから天の弱は人によって強さが違う。いやいやいや、それ言い出したら自分のは最強クラスって言うみたいなもんですよ。いやいや、無敵、無双してます。いやもうガロ君が無敵ですわ。もうけどそれは大人だって気づいたんです。その天の弱って自分で作り出すんですよ。いや、そりゃそうですよ。だから最強クラスを自分で作り出してるわけですね。あ、わかります。自分の、いやでも結局、その天の弱に従って、人生生きてきたわけでしょ。そう。だから、いや、言いたいのは、その天の弱を自分で作ってるので、ね、自分の気持ち一つで倒すこと簡単なんですよ。そうです。だから、早くそれに気づいて、勇気を出して、行動した人間が幸せになれますよってことを言いたいんですよ。うん。その天の弱に従って生きていくと、結構、いいことなんか一つもないんですよ。でも、後悔はしてないでしょ。めちゃめちゃしてますよ。いやいやいや、でも。毎回寝るたびにもう、夢に出てきますよ。毎回、その場面が出てきたり、あの時になぜあれ言わなかったんだろうとか、いろいろもう、何ですか、生まれてこの方はこのね、40何年間この、あるじゃないですか。もう全部出てきますよ。それくらい後悔しますよ。やけど、その時のガロ君は言えなかったわけじゃないですか。だから。それが全てやったわけじゃないですか。そう。やったら、そこに後悔しても仕方ないじゃないですか。いや、だから、それがですよ。言える人間は、そこで言ったことによって、まあ、成功しようが失敗しようがですよ。後悔は残らないじゃないですか。だから、言わなかったって、だからそう、言わなかった人は、
勝負もしてないので、そう、まあ、後悔しか残らないんです。まあ一つの勝負ですね。だからどっちの後悔を取るかですよ。そうそう、言って後悔戦術終わるっていう方を取るか、うんうん、言ったことで溝ができたり失敗っていう結果を生んでしまうっていう、うん、言って後悔したっていうどっちかですよ。だから、うん、いやけどほら、やらなくて後悔するよりやって後悔した方がいいでしょ。で、世の中は言われますよ、うん。絶対にその方がいいと思います。要は、可能性の問題であって、どっちみち言わなかったら成功する確率ないんですよ。そうですよ。宝くじも買わないと当たらない。そうそうそう。買わないと当たらないですよ。買わないのに1億円当たって振り込まれないかなって思うのと一緒ですよ。そう。もう効果じゃないじゃないですか。そうよね。まあ、買う人からしたりお金が欲しいと思ってる人からしたらね。そうです。だから目的は絶対達成されないわけです。そう。だから、進みません。うん。だから後悔しか残らないです。それが失敗する人間、言って失敗する人間は、失敗したとしても成功する確率もあったわけで、失敗したとしても、その失敗したっていう経験が自分の中に入ってくるじゃないですか。そう。じゃあ次はちょっとやり方変えようとか、そう、だから、失敗をこう、経験を、ね、人生、次の側に生かしていけることができるでしょ。やらないっていうのは経験がないので、生かせないんですよね。同じことしてしまうんですよ。だからその当時のガロ君は、うん、失敗したってなったら何が経験だっていう気持ちだったわけですよ、多分。わ、うんうん、かります、うんうん、だって、それをもともとその当時のガロ君が持ってたとしたら、うん、失敗したって、じゃあ次のやり方っていうのはこうじゃなかったっていう答えが出るじゃんっていう思いやったら言えるじゃないですか。そうそうそう。やけど、言って変な顔されたり、いや、私はごめんなさい。って言われるっていう答えばっかり想像、もしかしたらそうかもしれんを想像して言わないっていう選択を選んじゅう時点で、うん、経験も積んでなければ、そうってことでしょ。そう、そういうことです。だから、もう、レベルアップなんかしないわけじゃないですか。天の尺のレベルがアップしてきたわけでしょ。だから、うん、だから最強になったでしょ。レベルマックス、99。またやってくれたぜ、こいつって。で、こいつ経験がめちゃくちゃ入るわけでしょ、こいつ。そう。だから、もう、天の尺に勝てるわけないですよね。そうなんです。もう、こうなったら、もう勝てないんですよ。ね。もう、だから、絶対に、もう無理なんですよね。その天の尺に勝つのはね。よっぽどなんかがないかに、すごいアイテム手に入れるとか、裏技で、なんとかこれ消すとか、しかないわけですよ。アニメの世界のね。うんうん。状況ですよね。だからまあ今ここでこんな話を聞いてくれてる人の中でも、うん、ガロ君のように、うんうん、勝手に経験値だけを上げてる天の弱の後ろにいる方が いっぱいいると思うんですよ。もういっぱいいますよ。いやいや、ね、だから失敗もしてないのに失敗したことを恐れる。あ、そうそうそう。僕らからしたらそれがだからもうまごまごするんですよ、うんうんうん、もうイライラ。失敗した気持ちも知らんくせに失敗を恐れるって、うんうん、じゃあ何なんそれって、うん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 、だから高いビルから飛んでみたこともないのに飛んだ後こんな痛いがやろうなんて想像できる人間と一緒で、うん、そうですね。いや、落ちたこともないのになんでそんなことが言えるわって。だからまあ想像力が豊かなんですよ。いやいやいや、豊かっていうのはだから合ってる場合は豊かですよだけどそれが不確かなものやのにもかかわらず勝手にそこだけ膨らませるわけでしょ、うん、それはだからネガティブな思考を膨らませるわけじゃないですか。そうです、そうです。豊かって言うんですか、それを。いや、言わないですけど。そうでしょ。いや、だから、いや、それは良くないんですよ。そういう失敗をしない方がいいです。やりたいと思ったことはやった方がいいし、やって失敗して、その失敗を生かして、次にどん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 こう進んでいく。絶対失敗しますんで、初めから成功する人間なんていないので。そう、それはね。何したって。それこそ絶対やと思います。そうです、うん。だから、失敗はどんどんするべきなんですよ。特に若いうちにするべきなんですよ。うん、早ければ早い方がいいんですよ。そう。だから、けど最近僕は、やっと40も過ぎて、その気持ちになって何でも失敗してもいいかっていう、とりあえずやろう、とりあえずなんかしようっていう感じなんですね。年は関係ないですよ。そうそう、やいくつになろう、気づいたことがもうすでにプラスで、うん、そうそう、まあだからそれが本当に全部正しいかって言ったらそれは分かりませんよ、うん、分かりませんけど、うん、やけど結局今のガロ君がそっちを選ぶ、はい、言ってやって後悔する方がいいっていう答えを選んでるってことは、結果今までのその何年か、うんうん、何十年かっていう生きてる中での経験値として、うん、そうですね。絶対そっちの方がいいっていう、そうです。いろんな伏線をこう回収してきた結果が、うん、今ガロ君にそれ言わせてるわけでしょ。そうです。まあだからこれには説得力があるってことですよ、だから。うん、だからこれを聞いたら、とりあえずやりましょうってことですよ。そう。だからレベル1万の天の弱をずっと背負って、そう。来た方が、今言ってますと。あなたの今レベル3ぐらいの天の弱を1万のレベルに上げますかっていう話なんですよ。だから、自分のその。だから弱いうちに倒すべきなんですよ。そう。天の弱はね。そう、うん。そんなものが存在したらね。そうそう。いるんですよ。僕は。僕は。初めはめちゃめちゃ優しく叩いてくるんですかと。トン。え、ね、もう最後の方になってきたら、もう、まあ、バーンですよ。上がっちゅうから。うん、そう。まあ、何しようかなと。ずっと言われるわけですよ。いやいや、ちゃんと。ね。で、それを強くしないうちに、だから、本当言うと、子供のうちに、
そういう経験、をすれば結構うまくいくんですよ、人生。いや、まあ、うん。自分が楽やと思いますよ。あ、いや、全然楽ですね。うん。それは、あのね、後悔をずっとし続けて生きていくのってしんどいんですよ。しんどいと思いますよ。ほんま、毎晩夢見るんですよ。その通りですね。めちゃめちゃ。うん。もう、あの、その時の気持ちになるわけですよ。まあ、汗も出てくるじゃないですか。はいはい。ね、ドキドキするわけじゃないですか。はいはい。ね、もう、ほんま、あれ、学校の廊下で、ね、夏休みの前の日、入る前の日に告白されそうになった瞬間の、あの、映像がもう出るわけですよ。ね、ああ、でもそれは向こうからでしょ？向こうからですよ。うん。けど、その状況で、一言、まあ、告白される瞬間あるじゃないですか。はいはい、一言自分が、じゃあ付き合おうか。なんでもね、言えば成功する話でしょ。そう。ですよね。まあ、もうその場面じゃないですか。結構、何でも OK ですよね、その言葉。そうですよ、もう。うん。はい。ありがとう。そうそう。いろいろ OK ですよね。OK ですね。けど、僕はその時に、あの、そう、言われてないですよ。言われる瞬間にですよ。言われる瞬間に、相手の女の子が呼び止めて、で、言われる瞬間に、その、廊下でしょ？ほな、教室から4人女の子がこっちを見てたんですよね。はいはい。その友達が見てたんですよ。ね、どうなるかって。もうその恥ずかしさに耐えれなくて。いや、でもちょっと普通に考えてくださいね。その4人は、当然のごとくその女の子の気持ちを知ってるから見てるっていう話にも、ピンと来るじゃないですか、いや、だから、いや、それは来るんですけど。じゃあもう、ガル君の気持ちは、その、言うたら4人プラス、本人の5人の中で、誰も知らないんですよ。ガル君の気持ちは。いや、知らない。みんな知ってるんですよ。いやいや、じゃあもう、ノープロブレムじゃないですか、もう。それやのに、その状況です。その状況やのに、じゃあ帰るわ、で帰るんですよ。そこの場面にもう耐えれなくなって。天野ちゃん、これ早く帰れって言うんですよ。ええと。早く帰れって言われるんですよ。廊下を走るなって言われるんですよ。なんでかな。ねえ、カール君、男の子の前では結構、どっちかって言ったらユーモアな方ですよね。方でしたよね。その当時って。うん。ヤキ、その、なんて言います？冗談も通じる。冗談通じん人って言うじゃないですか。まあ、グラ友達でも、まあ、昔から知ってることも冗談が通じん人って言うじゃないですか。よ、冗談も通じるし、冗談を冗談で返してくれるし、っていう状況はあったんで、うん、それがだから、異性の前だと、その状態じゃない。だから、まあ、彼に4人の視線が気になる。やけど今、なんか言いたい。いや、でも多分これやろうなっていう確信まで持っちゅう。じゃあ、その廊下を曲がるとこも、いや、ちょっと、視聴率 100%、ちょっと、あそこ、もう向こう行こうって一言言ったら、そうですね。それだけで、自分の今嫌って思うちゅう、こいつらが嫌って思うちゅう、その視聴率を消して、状況整理できる。ちょっと。いや、できるんですけど、僕は、その子、その告白しようとした女の子が好きなので、終わります。うん。だから、好きなこと、二人になるっていうのも耐えれないですよ。じゃあ、お付き合いなんてできないです。いや、だから、できないんですよ。だから、帰るんですよ。じゃあ、けど、その帰り道、はい、ね、坂道降りて、階段降りて、坂道降りていくとき、はい、めちゃめちゃ後悔するんですよ。なんてって思いながらも、帰るんですよ。でも、その当時を振り返っても、うん、その後悔してるっていう状況があるガロ君を見ても、うん、どういう状況で何をされるっていう状況かっていうのは分かってたわけでしょ？分かってますよ。じゃあ、次の日改めれるでしょ？いや、夏休みに入る前に。いやいやいや、そんな、夏休みやったらちょうどじゃないですか、視聴率がないわけなんで。だって家別じゃないですか。いや、家別でも。実は知らないじゃないですか、家も知らないし。あ、そんな状況？そう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 。なので、無理じゃないですか。要は、しかも、そこで一回逃げてしまってるでしょ。うん。わかります？そこからもう気まずすぎて喋れないんですよ。ほんで、そこからじゃあ、その、異性の女の子とは、ほとんど喋ってない状況ってことです。なので、いや、ほんで、その出来事の後、うん、夏休み、はあんまり当てないですよね。ほぼ当てない。はいはいはい。で、夏休み終わるじゃないですか。はいはい。その時に終わって、夏休み終わって、新学期始まって、はい、まあ、話す時だったんですよ。その時に言われたのは、私、何々君と付き合うって言われるんです、うんうん。そこでその男の方が来るんですよ。えってなるじゃないですか。ね。けども、ね、もうそこで、ほら、一回こう言わしてないんで、もう何にもできないでしょ。いやいや、ちょっと待って。だから、そこですって、だから、なんでわざわざ報告するっていうことを、まずなんで考えれないんですか？いや、だから、考える。いや、分かってますよ。うん、うん。もちろん分かってますし。止めてってことじゃないですか。分かってますよ。止めて。このままでは行きますよ、そっちに。そこで、アマドチャクが出てきます。ほんで、さっきの言葉ですよ。ああ、いいんじゃないって。ね。そうやって好きになってくれる人が言って、いいんじゃないって言ってしまうんです。だから、何回、本当に、え？
だからそこ段差あるよ、気をつけて。1回目にそこでこけてしまうのはわかりますよ、うんうん、2回目に段差あるきね、わかっちゅうって言い持ってこけるっていうのをガロ君は10回も20回も週ぐらいですよ。そう、そこなんですよ。いやいや、全部アーマーの尺。いやいや、段差高くしよう。いやいやいや、それをだからガロ君が想像で高くしてる段差につまずいてる。そうそう、だから後悔するんですね。だから後悔するんです、後からね。いやいや、それがもうなんて言うやろ、その労力が本当にしんどい、考えただけで。いや、だからしんどかった。そう、だから想像を絶する。そって、だから、まあ、ガロ君の中で別の見えない力で、いつも自分が思うちゅう気持ちと逆を選んでしまってる。ほんで、一人の状態の時に、いやー、なんで、どうして、なるやん。だからその瞬間、天の邪鬼は笑い持ってどっかに消えていくわけですよね。いや、面白い。それがだから、違います、違います。でも、素で考えて後悔してるってことなんでしょ、でも。ああ、後悔するときは。そう、してるときは、ギギギギギギギって結構上空から天の邪鬼がその浮かんで、ガロ君も見ながら、あ、デスクとリュウクですよ、リュウク。リュウクの覚えですよ。そう、だからそれを何回もだからそのたんびたんび体力奪われて家帰って眠りについて夢の中に出てきて、また同じようにドキドキしながら夢の中でも、うん、ガロ君は天の邪鬼にやられて同じことをとって結局後悔して、そうだからそのね、いやだからそこが付き合うことになったとかね、そういう話を聞かされるわけじゃないですか。でその時も後悔するでしょ、けどそれ言えないわけじゃないですか。聞いてるかもしれません。え、聞いてるかもしれません。その 聞いてないいやもうあれはね、ちょっと僕はそれちょっとショック大きすぎて。いやだから、でもみんなあの当時でも周りいっぱい付き合ってる人いたでしょ、後輩とかと、うん、自分と同じ年のその男どもが、はい、いましたね。帰りがけに一緒に自転車で後輩の子とか同級生と帰ってるのを見たり、うんうん、しましたね。してたでしょ。してた。僕は一個も羨ましいと思ったことがないんですよ、そこで。うんうん、そのだから誰かとだからお付き合いしたいっていう気持ちも当時なかったし、はいはいはい、そんななんか別に好きでもない、うん、だからそこなんですよ。だから僕はそこで、まあ、違う女後輩の女の子から告白されたりするんですけど、はいはい、その後ですか。その後、うんうんうん、けどそのね、このことが好きなので断るんですよね。はいはいはい、言うたらまあね、何回もその後悔しつつ、自分から振ったって言うても過言ではないその空気を作り始めたガロ君が、まだ実はその人のことが好きやきっていう新たな告白を断ったわけですね。断る。はいはいはい。まあ、今思ったら断ってるんだと思うんですけど。いやでもその時はもうすごいなんか真面目だったんで、ね、今ならすぐ受け出しますよ。いやその時は不真面目。今やっぱりだから。そうなんですよ。その時はね、ピュアでね、可愛い子だったんですよ。よく言いますよね。ね、僕にもしょっちゅう言います。あの時も自分はピュアで可愛かったってね。ピュアで可愛いんです。だから可愛らしさ、余ってるんで、だから天の邪鬼最強なんですって。無敵なんですって、天の傷つけたくないんですよ、自分は。いや、ほんとね。いや、まあ、でもそれはそれ、いや、と思いますよ。だからどっちに転ぶかわからない。自分がそう思ってるだけで相手の気持ちもしかしたら違うかもしれないっていう方が勝ってるわけでしょ、結局は。いや、だって、確定やったら、まあ、確定でもいけないんですよ。いや、だからそこが分からないんですよ。いや、じゃあどうしたいの？その、なんていうんですか、相手がどうのこうのじゃないんですよね。自分の心を出す、表に出すっていうのができないんですよ。じゃあ相手に質問したらいいじゃないですか。僕のことどう思うちゅうって。自分は言うてないじゃないですか、もうこの質問だけでは。僕のことどう思うちゅう？好きって仮に言われたとします。もう言うたらこの時点で相手の気持ちは確定ですよね。うん、確定でも言えないってなっても、この質問をしたことによって、相手は、じゃあガロ君はって聞いてくるわけですよ。そこですよ。だから、それが怖いんですよ。だから、要は、総理に言う状況になると、自分の気持ち出さないといけないでしょ。そう、でも言わんでもいいじゃないですか。もう、うなずくだけ。いや、そのうなずくができるやったら、もう自分で言えるってるんですよ。何やったらできるんですか。だから、何もできないんですね、その時は。いやだから、いや、それがもしできてたら、人生変わってたと思うんですよ。いや、でも、そっから先のもう。どっちが良かったかなっていうのは。いや、まあまあ、良かった、いいか悪いかは別として、後悔は残らないじゃないですか。そう、自分がやった行動してるの、そういう時は。でも今、片方やった結果で後悔してるって言ってますけど、うん、もしかしたら、うん、お付き合いしてたことによって、別の後悔を、うん、ガロ君が未来に登場したそれでも、うん、それでも、行動してるので、その時の自分よりはちょっと前進んでるわけじゃないですか。っていう風に、だから、今は言えますよね。今は言えます。だから要は人間ってその当時は分からないでしょ。分からない。ね、後にならない。分からないですよ。分からない。
その後悔が後になって後悔してるかしてないかなんですよ。やけど、今のガロ君はその当時の自分を振り返った時に、それは後悔やって思うわけでしょ。後悔やですね。だから、もうだからそこは本当に後悔なんでしょうね。うん、もちろん。そう。だからそこから後に、じゃあ自分から言ったり、まあ言うたことないですけど、うん、ね。そういう状況になった時に、言わずに、まあ成功したとか、あるじゃないですか。で、なってくる時に、じゃああの時言ったらよかったなとか、もうちょっと自分の気持ち出したらよかったなとか、まあ別に恋愛だけじゃなくて、いろんな場面で自分の気持ち出したらよかったなとか、うん、っていうのは、だんだん、まあ、大人になるにつれて、分かってくるというか、理解してくるんですね。そう。やき、相手の気持ちを考えすぎてるのも、まあ、あるでしょうし、まあ、自分が可愛らしい、当時のガル君はね、うん、いうのもあるでしょうし。ピュアで可愛い。うん。何回も言わず聞こえてますから、ね、一回で。ピュアですよ。ほんで、結局、何ながやろうな。後半へ続く。